2023年運気がいいのはどの方々ですか？一番いいのあとこの3つが三強でめちゃくちゃ運気がなります。これね、運気がいい人たちが本当芸能人で注目されたりとか流れを掴んだりするので、はい、自然とその運気の人たちが権力握ったりとか、はい、発言権が出てくるので、これ本当ね、皆さん運気上げたかったら簡単なのは、うん、運のいい人と一緒に遊んでください。あ、その人近くいるだけで勝手に運気がなります。そして新しい年が近づいてきて、気になるのは時代の流れですけども、はい、来たる2023年全体的にどんなムードの年になっていくのか。でも2023はあれです、一応五星三将なんて僕の占いでは、はい、あの法座っていうのが強くなるんで、はい、忍耐とか努力苦労してた人が評価されるって時代になるので、うんうんうん、年配者とかじゃなくて本当長年苦労してなかなか日の目浴びないなっていう方がチャンス巡ってきますので、はい、なので、まあ、ここ4、5年とか5、6年全然良くないとか、なったら10年ぐらいちょっとしんどかったっていう人ほど注目を浴びたりするので、うん、苦労してた役者さんとか芸人さんとかも出てきますので、はい、そういうの楽しいなと思います。頑張っていきたいところですが、はい、その五星三神占いがですね、今年も販売されていますゲッターズイダの五星三神占い2023ということで、生、はい、年月日によって6種の星と、あと生まれた年が奇数か偶数かによってそれぞれ金か銀かに分かれているんですね、はい、でつまり12タイプに分かれてるんですけど、2023年運気がいいのはどの方々ですか？一番いいのは金の鳳座なので。ああ、その鳳凰の時代って言ってた。 金と銀の鳳座と、あと銀のインディアン座って、この3つが三強でめちゃくちゃ運気がなります。運気がいいってどういういいなんですか？これね、運気がいい人たちが本当芸能人で注目されたりとか流れを掴んだりするので、はい、自然とその運気の人たちが権力握ったりとか、はい、発言権が出てくるので、これ本当ね、皆さん運気上げたかったら簡単なのは、うん、運のいい人と一緒に遊んでください。あ、その人たちと仲良くなる。その人近くいるだけで勝手に運気良くなります。へえ、そうなん、影響されるんですか？これがまさに芸能界なんですよ。芸能界って運のいい人がテレビに出てって、でお金稼いで、そこにスタッフがうようよくっついてって、はい、いなくなったらまたそのスタッフは別の運のいい人にうようよくっついてくるんで、はい、そうやってタレントが消費されていく。はい、正解です。怖い世界でもある。でもうまく、運のいい人にうまく乗っかっていく、はい、ってことはすごくいいことなので、はいはい、周りにいる人たちを占って、で占いの大事なのは自分だけみんな占うんですよ、自分の運気、自分の運気って。確かにね、そこだとね意味がないんで、自分も占って周りを見て相手がどういう運気なのかなって知って、あ、今この人運気から乗っかってみようと、はい、ちょっと運気微妙だからちょっとは、まあ、離れなくていいけど、はい、だったら自分の意見を中心に通そうとすると良くなります、はい、これでも不思議なことに、はい、こう運気悪い人ほど占いをこう気にするものなのかなっていうふうにも思う一方、はい、千葉県はちみつピアニストさんから、よくいいことと悪いことはバランスよく訪れると言いますが、私は今までラッキーなことばかり起きていて、もしかしたらそのうちアンラッキーなことがあるのかなと漠然と思ってきたのですが、アンラッキーだーと頭を抱えた記憶がありません。来月で40歳になりますが、たまりにたまって老後などに一気にアンラッキーなことが起きるのでしょうか、それともすでに起きているけど私が気づいていないだけでしょうかと。昔のような無敵感が減ってきて、器用な自分が顔を出すことが増えてきたので、ふと不安になることがあります。昔無敵感があったらしいです。いやいや、もうそんな人はもう永遠ともう運がいいってもう勘違いしてきた方がいいです勘違い。でも運、これ本当聞いてる、もう運がいいと思って生きたら運良くなりますから、はい、うん、思い込みも大事。そうなんです、運が悪いなんてことないです。だいたい人間運が悪いって言ってる時はゆとりがある時なんですよ。はあ、余裕ある時運が悪いって言うんですよ。はいはい、だって例えば今これは何だろう、飛行機落ちて死ぬ時に、はい、あ、運が悪かったと思わないじゃないですか。確かに、行きたいとか、うん、こうすればよかったって後悔が出るから、うん、運が悪いっていうやつは余裕があるんですよ。へ、飯田さんご自身も運が悪いなって思ったこととかってないですか？僕はもう運が悪い、ただあの自分の本にもありますけど、はい、運気の悪い日って書いてあるんですよ。はい、書いてありますね。その日乱気の日とか裏運気の日があるんですけど、はい、そこは相当気をつけてますけど、うん、でもいろんなこと起きますよ。この前も駐車場 で、まあ、パーキングお金払おうと思ったら、うん、たまたま知れのパパとママ友がいて、あーって喋ってて、で帰って、で車乗って動かしたら料金払うの忘れて、バーが上がったままでガガガガって後ろの車の下に閉まった。今日運気悪い日だったって知ってたのに、吸っちゃって。そういうことが起きるんで。でもこの、あの三角とか、はい、まあ、逆三角とか二重丸とか星とか日によってこういろいろ書いてあるんですけど、はい、これ二重丸と星の日にいい買い物をしてくださいっていうふうにおっしゃってたり、これもね、運気のいいタイミング決断するだけで勝手に運気があるんで、うん、で元この本に二重丸と星の日が載ってますので、はい、それを積み重ねるだけで、はい、
で僕それをもう27年売れないやってますけど、うん、ずっと積み重ねたんですよ。服を買うのもメガネ買おうとか靴も全部運のいいタイミングに合わせたらきっと良くなるだろうなと思ってやったら、その本2021年で僕日本で売上トップの作家なんです。すごい。漫画を抜いたら僕一番なんです、日本で。シリーズ累計800万部突破、はい、もう来年1000万超えるんで。すげー。なので本当に多分2000年に入って多分世界で多分一番売れてるんですよ。うわ、本が売れてないんで時代で。だからそのぐらい売れてるぐらいまでうまくいったのは運の言う通りに運を上げるタイミングで決断したんでうまくいったんで、はいはい、それを皆さんに分かりやすくお伝えするために本出してますので、はい、私もこの二重丸と星の日を私アプリでスケジュール管理してるので、はい、それに二重丸と星はもう移して入れてるんですね毎年入れてやってるんですけど、そういう日にちょっと高い買い物をするとなんか自分にとってご褒美感が増すっていうところもあるし、なんかちょっとお守りっぽく見えてくるっていう。運気のいいタイミングに買い物するとラッキーアイテムに変わるので、うん、あとメリハリがつきません？買わない日が、ね、そう、買わなくていいってなると、はい、じゃあ買う日に何買おうって決まってくるんで、うん、お金の使い方がすごくうまくなるので、はい、ぜひ使っていただきたいなと。でしかもこんな私みたいにちまちま写さなくてもですね、スケジュール帳も出てますよね。あ、そうなんですけど。そうですよね。手帳も出てますので、はいはい、紙タイプで書いてる人はね、はい、そういう手帳も出てるのでぜひ調べてみてください。そして購入者限定スペシャル特典には最強占い師ゲッターズ飯田&エンタメバンドカルメラによるゲッターズ飯田トーク&カルメラジャズライブ2023ベターフォーチュンズジャズご招待対面鑑定、さらにカルメラ書き下ろしの12タイプ別開運ソングも完成しているということで、そういうスペシャル特典がある。 その本買うと後ろにバーコードついてまして、はい、QR か、はいはい、1曲も1曲ついてる、1曲正解でもう12曲聴けるんで本が1000ちょっとなのに12曲ついてきて、はい、さらに招待と直接占ってくれる応募券までついてるんで、はい、信じられない格安なんですよこの本どういうアイデアでここに行き着いたんですか？いやもうまあ簡単に言ったら本が売れてるんで、予算がありますから。なるほど。でこれを本は多分本当他の占いマニアの人にあったんですけど、はい、いろんな本全部読みました、うん、でもう結果飯田さんの本はもう完璧ですって。へえ。この内容量ボリュームこの値段はとんでもないですって言われたんで、はい、ぜひぜひ読んでいただきたい。しかもこの完全版っていうのには自分の、例えば私は銀のイルカ座なんですけど、じゃない人たちの占いの分も1年分乗っかってるので、ちょっと友達とホームパーティーの時に、ね、あなたはって言って2023年の運気はっていう風にやれるので、ちょっと話のネタとして盛り上がりそうですよね。それ一冊持ったら普通に占い師になれるんで、すごい。なんかなんだろう、これ電話帳ぐらいの厚さ。もう電話帳もう電話帳知らない世代ですよね一応ギリです。ギリ知ってますか？ギリです。1997年なんでギリですけど、その分厚い本、知り合いがたまたま占いの館に行ったら本棚がちらっと見たら飯田さんの本が前回並んでましたっつって、占い師の方が参考にするぐらい本になってますんで。それどう思ってるんですか？いやでも参考にしてほしいですそうなんですね。占いがプロでもやっぱ言葉が進化してない方がいるので、はい、常に時代に合わせて言葉を変えてるので。なるほどなるほど。でこういう本を家に持っておくと自分の参考にもなりますし、飯田さんは、愛知県あんばたの絵様がおっしゃってる通り、はい、プライベートで偶然道で出会ったら占いをしてくれると聞いたことがあります。はい、どこでも習ってます。まだしてるんですよね。電車で会っても占いますし。これでも赤いマスクは取ってるんですもんね。どんだけ目立ちたがるんですかいや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 。でもコンビニに言われますよ、まあ、ハロウィンだから。ジュース買ってたら、はい、若い子がトントンってきて、はい、何ですかって言ったら顔出てますよって言うだからコンビニ行くのに仮面してたら頭おかしいでしょ。頭おかしいですね。ということでマスク取ってもあんまり顔が変わらないでおなじみなので、そうそうそう、見かけた方は、はい、どこでも占ってます。トントンって、はい、無償でやってますんで、はい、気にせず占ってもらってください、はい、ということでそろそろお時間のようですが、来年大きく変わるということで、新しい時代が来るということなので、それを楽しみにしながら皆さん一緒に励んでいきましょうということで、本日はゲストにゲッターズ飯田さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。